私が私がジャンバルジャンです言うわけですね。ざわ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 。どういうことだ申し訳ないことしたね、君。私が、私がジャンバルジャンだえ、どう、どういうことだね。同僚、ね、無所に入ってたと同僚たちの特徴をどんどん言ってくるんですね。おい、なんとか。お前は何々だったな。お前は何とか。何々だったな。お、え、なんでそれを知ってんだよ。っていうことは、お前がジャンか。お前がジャン。 お前がちゃうんだ。間違いないこいつがちゃうんだザワザワうわぁザワ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 ね。大騒ぎになってる。ね。しかしまだやることがある。ね。真実を言うこの人はとつける。ですが少しお待ちくださいなってですね。そのまま裁判所を出てですね、コセットを迎えに行こうとするんですね。まずファンテーヌとコセットだ。ね。ね。その後警察が動き,出す動き出すわけですよ。真犯人はマドレールだった。それがジャベールの耳にも届くんですね。何どういうことだ マドレーヌ市長が裁判所に殴り込んで自白したあの野郎、わけが分からねえがとりあえず捕まえなきゃいけないことだけは確かだろう言ってですね、行くわけですね。どこに向かったんだファンテーヌのもとで二人が会うわけですね。 ファンテーヌがもう息も絶えたいなんですね。もう肺病が悪化してですね。もう危ない状態です。ファンテーヌが危ない状態です。医者に言われるわけですね。そんなんだから、ファンテーヌさんって、ね、コゼットは大丈夫でしたかいや、すいません。コゼットはね、これから迎えに行くんです。すいません。今言ってたのはコゼットの元じゃなくて裁判所なんですっていうところなんですよ。でもコゼットを迎えに行ってくれたんですよね。マドレーズさんコゼットを迎えに行ってくれたんでしょ早く。 早くコゼットに合わせて。私ももうそろそろ危なくなってきたから最後に一目だけでもコゼット見たい。バーンドアが開くんですね。コゼットかいジャンバルジャーン殴り込んできたのはジャベールだったんですね。コゼットじゃないんですよ。コゼットじゃない。あれは誰ですか誰ですかじゃない。私は、この町の警察署長、ジャベールだ。え その男はマドレーヌ市長でも何でもないただの犯罪者だですからあなたが待ってる娘さんに会うことなんてできないんですよこの男はこれから牢屋行きですなるわけですねその瞬間ですねもうまあのファンテーヌがですねものすごいですね動揺してどういうことなんですかマドレーヌ市長どういうことなんですかってですねこれはこれは説明させてください 確かに私は犯罪者だ。しかし、しかし必ずコゼットのことは、必ずコゼットのことは私が何とかするから。そんな、信じてたのに。あなたを死んでしまうんですね、ファンテーヌが。ああ、大丈夫です。コゼットは、コゼットは私が何とかしますから。何とかするも何もないんだよチャンバルジャン、お前はここでお直だ いいから、こちらへ来いなるわけですね。そこでですね、このジャベール対バルジャンの対決が始まるんですね。このバルジャンね、まだやることがあるんですよ。ちょっと猶予くれませんかね言ってですね、武器を持つわけです。はい。 ええー、ここの描写、いろいろあるんですが、ここはギュッとして、戦って逃げるパターンで行かせてください。詳しい人、詳しい人ごめん。ここ割愛で行かせていただきます。時間がないんですよもう、私にはやることがあるんだ。本性出しましたねえー、ジャンバルじゃん 市長なんかじゃないんだカン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 うーわ奇重機,機の残を舐めるなよバゲーンって言って、根ガン俺は邪べーノだガンだってですね、その中で、その宿屋を抜け出して川に飛び込んで逃げる逃げるザバンチャンバルジェン必ず捕まえてやるからなバシャチャンバルジャンチャンバルジャ,ャンバ,ルャバシャ <laughs> <laughs> コゼット待ってろよ言うてですねコゼットを探しに行くんですね一方その頃コゼットはひどい目に遭ってるんですよお母さんに会いたいよなんてね「お母さんに会いたいよ」じゃあ,ありませんえー、何やってんのあんたグイグイ痛い痛いですねね。このテナル テナルデー夫妻はですね、自分の子供たちはちゃんとした暮らしをさせるんですけど、この預かってるですね、コゼット、ね、金を母親からむしり取るだけじゃなくてですね、もう本当に雑用としてコキ使いまくってたんですね。あんたね、え水を汲んでこい言ってるのに、汲んでないじゃないの。痛いです。だってね、えー、汲んできてください。 はい、組んできてくる、でもだってもう夜だからね。夜だから何組んできてください。うわ泣きながらですね、ママに早く会いたいなですね、森に行くんですね。一人で森に行かされるんですよ。森に、森にあるですね、水を汲む場所があって、そこに行かなきゃいけない。一人でこんなちっちゃい子がですね、森に水を汲みに行く不安で不安でしょうがないんですね、えー。そんな中ですね、森で、出会うんですよ。 ジャンバルジャンと、ね、逃げてるジャンバルジャンがいるんですね。そんな中ね、コゼットを探しにこの街にですね、来てたんですね。えー、コゼットのですね、要するに宿屋に預かってると聞いてましたから、宿屋に向かってた。ね。宿屋に森を抜けて行こうとしてるジャンバルジャンと、宿屋から出て森に、森に行こうとしてた、このコゼットが出会うわけですよ。ね。 誰でですすかって、ね、なるわけですね大きい男がこっちをじっと見てるね。君もしかしてと聞いてた特徴、宿屋の近く、もしかしてボロボロの身なり、コゼットじゃないのかと。迎えに行こうとしていた、もうすぐそのすぐ近くにいるところから出てきたこの女の子、コゼットじゃないのかと。私、コゼットです。大変な目に遭ってたね。行くわけですよで。宿屋に行くんですね。そしてね、この子を、 受け取らせていただきたい。預からせていただきたい。いうわけですね。交渉するわけですよ。ああこのす、薄汚い娘。あんた、これチャンスだから、もうちょっと金踏んだくって。ねもう、もうこの手ナルティはその金のことしか考えないんだね。いや、でもね私にとっちゃこの娘は本当宝物でね大事に大事に育ててんだから、そんなタダで渡すってなったら、いいから。いいねを出すから。 とにかく、くいいら欲しいんだ、なってですねマドレーナね有り金全部ね持ってきてたんですよね引き受けるためにそれでお金払ってですねでコゼットもねようやく保護されるわけですよ、ね、コゼット逃げるぞねいうわけですでそこにですねまたジャベールが捜査に来るんですねどうもここら辺に来たらしいですなって,ってテナルディエさんえ来ませんでしたか調べに来るわけですねえっ、ー あ、いや、実は、とね、喋りそうになるんですけどね。いや、あんたやめない。私たちの宿屋もとんでもない悪いこといっぱいしてんだから、警察にあんまり深く立ち入りしない方がいいよ。いやー、知らないね。言ってですね、捜査難航し、逃げに、逃走することに成功するんですね。バルジャンとコゼットはね、どこへ行ったか。もう身寄りがない。行く場所もない。ね、なんでかって。マドレーヌ市長としても戻れないわけですよ。マドレーヌ市長の時に貯めたお金でをですね、バーンありがね全部渡してですね、ね、その、そうコゼットを引き受けた。 その上で元の町には戻れない。コゼットと自分でか隠れなきゃいけない。どこに隠れるね。言った中でですね、町のところですね、あの、いろんなところにね、こう、身を潜めるんですけどね、ジャベールに追われてるんだ。ジャベールに見つかってもダメ。犯罪者ですから。もうとんでもない犯罪者。無期懲役の中で逃げてきてるんですよ。無期懲役で、もういつ警察に見つかったら、こう、こう、こうなるかってもう完全な逃亡犯ですから。ね。 そんな中で不安な中逃げに逃げてたどり着いたのが、どうやら修道院なんですよ。ね修道院の中でちょっとかくまってもらえないかなって言った時に、ね、修道院を仕切ってるじいさんが出てくるんですね。へぇーってね、誰だいって言うわけですね。すいません。ちょっとだけかくまってもらえませんかなるわけですね。そしたら、マドレーヌさんじゃないですか。え 見ると修道院その時ですね、仕切ってたのがですね、あの時かつて、ぐわー、銃獣器のジャンとして、馬車の荷車からね、救ったあの爺さんだったんですよ。ね。あと時は、あと時は、おう、足の足が本当に大変なことになってマドレーヌ市長、いろいろ訳があったんでしょう。 命の恩人だ。助けさせてください。ここでもう、地獄に仏よ。ねフォーシュルバン老人がね、ねどうも、それ、ようやく修道院やってた。かくまってくれてよかったねねよかった。ここで、フォーシュルバンの、その修道院ですね。ジャンバルジャンとコゼットは、かくまわれて、そして生活をすることになった。それから、 10年後 !10 年後 !10 年後その後、フォーシュルバンの修道院でね、フォーシュルバンのおじいさんが死んだ後ですね、ほとぼルが冷めたということで、えー、このコゼットとですね、ジャンバルジャンをですね、パリに移動してたんですね。えー、10年後のパリでございますね。時は1830年代のパリなんですよ。ね。その時。 いろんな空気が変わってるわけですね。何が変わってるか。ね。要するに、ナポレオンが失脚した時に出所したでしょ。その後、ブルボン王朝っていうね、王朝制にもう一度なったんですけれども、それもまだまだ不満だ。要するに革命のもう名残が残ってるから、その王朝に戻るっていうことが大衆としては嫌なわけですよ。すごくやりがたい。 で、ボナパルティズムって言って、ナポレオンのやり方の方が良かったっていう人とか、王朝派のやり方でもう一回戻したいっていう人とで荒れてるんですね。えー、どっちにしたって無能じゃねえか。とにかく経済が悪いんだ。経済が悪い、不況が続いてんだ。俺たちは今仕事がねえし、とにかくもう貧しくなってんだっていう怒りがふつふつと溜まってる。革命と暴動の空気がまた湧き上がってる。その花の都、パリでですね。えー、そのジャンバルジャンと美しく育った コゼットが暮らしてたんですね。何やってたか。ね。少し余裕が出たですね。ジャンバルジャンとコゼットはですね。事前家としてですね。貧しいんですけれども、そのね、もうお金のない人たちに少し施しをあげるっていう。そういう活動してたんですよ。事前活動を。ね。公園とかで寝泊まりしてる人にね。別に貴族じゃないんだけど、施しをあげる。そういう生活してる。ね、あいつらさ、 なんか変な奴らなんだよ。いや、だって別に金持ちでもないんだぜ。もう普通のもん来てよ。だけど、多分ポケ,ポケットの中に溜め込んだのかな。ああ、なんか施しやってんだよ。あのおじちゃんとな、あの女の子がな、なんて言うのをですね。そうですか。遠くから見ている青年がいたんですね。その青年がこのストーリーの重要人物でもあるもう一人のヒーロー、マリウスなんですね。マリウス。青年マリウス。 この青年、なんで見てたかっていうとですね、コゼットに恋をしてるんですよ。ねねこう公園でですね、こう施しをしてですね、ねこうお父さんと一緒に、お父さんというのはジャンバルジャン。ジャンバルジャンのことを思うその頃はですね、お父さんって呼んでるわけですよ。本当のお父さんだと思って、昔のね、ことを忘れて、ねジャンバルジャンと娘コゼットっていう感じでやってるわけですよ。そのコゼット見てるわけ。名前も知れないけど。 美しい女性だ。その上で、ね、公園でこんな施しをしてるなんて、なんて素晴らしい人なんだ。ね、ドキドキしてるわけですよ。ただこのマリウス、恋にうつすを抜かしてる場合じゃなかったんですね。えー、このマリウスはですね、もともと、ね、ナポレオン儀家の軍人だった父親と、王党派である祖父との間に揺れ動きですね。そんな中、ね、お前はどっち側の人間だとわれながらですね、 最近、入り浸ってる、ね。こう、居酒屋みたいなのがあるわけですよ。青年たちはですね、革命を、革命について話してるんですね。おい、マリウス、お前はどう思ういいかこのフランスになもう王なんていらないんだよ。そうだと思わないかあまりにも無能な王が俺たちの生活を搾取してるんだぞ。それは王と言えるか あっきり言って王を養うために俺たちは貧しい生活を強いられてる。そうじゃないか。だとしたら、俺たちには何の権利があるんだわー何の権利があるんだわー革命の権利があるんだよ。そうだろ、マリウス。その通りだね。わーなってたんですね。革命を俺たちから起こすんだよ。学生たちや労働者が酒場に集まって、俺たちが暴動を起こすんだ。そういう空気になってるわけですね。最近、マリウスさ、 なんか違うこと考えてないかえ違うこと考えちゃいけないのかよ。ねいいか、恋愛とかにうつつ抜かしてる場合じゃないぞ。俺たちにはやるべき仕事があるんだ。わかるだろうリーダーに言われてですね。うん、そうだね。でも、それも大事だし、恋も大事だ。恋お前恋してんのかよ言うわけですね。そうなってですね、恋をしている。でも革命にも参加したい。そういうピュアなマリウスがいるわけですよ。そのマリウスがですね、いろいろとですね、つてを使ってですね、え、ね、え。 気になるから。あの、あの女性の家、家を調べたい。ね。家を調べたい。ね。なかなか現代でね。あのー、まあ、その、やると危険な行為ではありますよ。ね。住所を調べたい。ね。街で見かけたあの人の住所を調べたい。これ、なかなかあれですけども、まあ、その、フランスだし、マリウスだから許してあげてください。ね。いいやつなんで。ピュアなんですよ。初恋なんですよ。ね。わかるでしょ初恋。ね。なんかよくわかんないエネルギーがある初恋なんですよ。ね。 で、家調べちゃうんですね。ここかーって置いてね。そしたらですね、コゼットも出てきてですね、あらなんつって。公園でよく見かける人。実はコゼットはコゼットで、ずっとマリウスのこと見てたんですよ。ね。なんか素敵な人だなって。ねえ。それでですね、庭でですね、ちょっとおしゃべり始めるんですね。君名前はね。私コゼット。あなたは俺マリウス。っ言ってですね、ずっと気になってたんだ、君のこと。みたいなこと言ってですね、なんかね、こう、ね。 こう恋仲になっていくんですよ。ピュアなね。ね私、私もちょっと気になってたみたいなね。あなたと話してると楽しいみたいになるんですね。ええー。ところがですね、もうルンルンのマリウス君なんですけれども、ね。ルンルンの場合じゃねえぞ。時が来たんだ。言うわけですね。実は、この、ね。集団の意見を組んでいた、この青年とか労働者の意見の代弁者だった政治家、ね。 元将軍の政治家がいたんですけども、その解放派の将軍がですね、これらで死亡してしまったわけですよ。だからもう今でいうコロナとかそういうことですね。疫病で、ついにあの人格者が死んだと。ね。俺たちどうなるんだざわつくわけですね。このまま俺たちの革命隊は解放に、解散してしまうのか大丈夫だ。若いリーダーが言うわけですね。今こそ革命の時なんだよ。いいかあの人、あのリーダーが死んだことで、俺たちはそろそろ動き出さなきゃいけないんだ。行くぞって言ってですね。 結婚は、翌日だうわー行くぞーねうわーなるわけですね。行くか。そんな中、学生たちがうわーっと言ってる、そのパリで。ね。じゃあ、治安を維持する側の権力側はどうしてるのかって、ただではいないんですね。実は、その学生たちの中に、 警察から潜入しているっていうスパイが混じってるんですよ誰そのスパイ誰ジャーベールだクソガキども治安を乱すとはなこういうやつらのお遊びはお遊びと言って侮れない私の方で私自身が私自身が潜入しいざという時にこいつらを一網打尽にできるようにしておくからな なるわけですね。そうとも知らずマリオスはですね、行くぞーってね、戦う者の,の歌が聞こえる。もう盛り上がってるんですよ。行くぞーなんて言ってるんですね。ね。でもそこにもうですね、ジャベールが潜入し始めてる。ここでまたジャベール。何度目のジャベールだ。ジャベールとザ・ジャベール。とにかくジャベールが脅かしに来ます。ね。そんな中、 暴動が始まるんです。6月暴動。これは実際に起きたことなんですね。実際の史実として6月暴動が起きたわけです。うわぁね。そのパレードを乗っ,乗っか、乗っ取ってですね、バリケードを組んでですね、街中に、俺たちが反乱するぞーうわぁ旗を掲げてですね、この真っ赤な革命機が、俺たちの、俺たちの魂だっ,って、イギーっ,って、民衆の力を思い知らっっババババババ,バね。 やるわけですね。放棄せよバン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 ねものすごい戦いになるわけですね。ねところがね、ね向こうは軍隊、こっちは民衆ですからね、ね最初こそ勢いがあるもののですね、軍隊がついに大砲を持ってくるわけですよ。バンバンバン、中撃戦で軍隊もバンバン撃って死ぬんですよ。ところがですね、我々は、治安を維持する軍隊だはぁみたいなね。あんなガキどもに、 革命の真似事をさせてていいのかいけないいっそ全軍全身だっザッ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 すごい連戦されたですね。こう軍隊、プロの軍隊が来るんですね。もう、もう、こっちは民衆とですね、もう、もう用意したですね、あの、もう家具をバリケードにしてですね、武器持ってるってだけですからね。どんどん劣勢になってくるんですよ。最初は街の人も応援してたんですよ。あんたたち頑張りなさいよ。でもね。 バン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 ,バンカマエザッザッうぜバン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 ドンうわ もう劣勢で、もう街に血がブワー流れ始めるとですね、もう街の人たちを怖くなってどんどん窓を閉じるんですね。いや、ダメだやっぱり無理やっぱりこんな革命なんてもう無理なんだねもうこんなに怖い怖いってねもうで、もう撃たれた学生とかはですね、もう街に入れてくれ入れてくれよ味方だろうって言うんですけどね、もうドアが閉じたままなんですね。もうあなたたちに関われないってねもうそうやってどんどん学生が追い詰められていくるんですよ。ね。 リーダー、あそこのバリケードが崩壊したらしい。あそこも、あそこもダメだ。残るは俺たちのもう一つのバリケードだけか。最後にもうね、追い込まれるんですね。もうあそこのバリケードしか残ってないっていう中でですね、ダメだ、死ぬ。もうすぐ死ぬんだ。思ったマリウスはですね、コゼットのところに手紙を届けるんですね。はい。コゼットね。 コゼットに手紙届けますね人づてに届けますねラブレターを届けるんですよ俺はもう死ぬかもしれないでも君君ね君を愛しているから、ね、無事を祈っていてほしいそういう手紙をですね届けるわけですよねしかし受け取ったのコゼットじゃないんですよトントントン何だジャンバルジャンジャンバルジャンが手紙だよバリケードからバリケードから私にいや コゼットにコゼットに見るわけですよコゼットに誰がパッと見るわけです恋文なんですねそこで初めてジャン・バルジャンは気,気づくんですよ自分が守り育ててきたコゼットが恋仲の男をねいるっていうことに初めて気づくんですよはあそうなのかついにこの日が来たのか今までね実の娘のように育ててきたコゼットがそういうことなのかね 複雑な気持ちなわけですよね。自分のね、まな娘をね、この男にあげてなるものかっていうお父さんいるでしょね。私は渡さんぞなんていう人に言いますからね。その気持ちなんですよ。しかもま、血が繋がってるわけでもないしね。えー、その上でこう、もう、その大臣大臣育ててきたわけですから。誰なんだと、そいつはと。マリウスとは何なんだと。ね。その上でね、いやでも、バリケードから、明日僕は死ぬかもしれないって書いてある。死ぬかもしれないんですよ。 ねもしかしたら死ぬかもしれないのか。その時にね。うわ、やった娘を取られなくてすむなんて思わないんだよこのジャンバルジャンは。思わないよ娘の愛してる人が死んだら悲しむだろ気づいたら走ってたんだね。ジャンバルジャン。気づいたら走ってたのよ。おい娘の、娘の将来のパートナーよと。 ここで死ぬなって言ってですね、バリケードに参入するんですね。ねえ。なんだおっさん。な、何しに来たんだお敵か味方か味方だ。私も志願兵だ。使ってくれ。言うわけですね。ジャンバルジャンが。使ってくれ。言うわけですね。いや、信用ならねえな。ね。信用ならねえよ。最近も裏切り者が出たところだしな。って言ってですね。 言ったところでね、あ、危ないとか言ってですね、ジャンバルジャンがね、あの、銃とか言ってね、そ、狙撃兵だとかって、バババ,バンっ言ったらですね、あの、うんあ、安全だと思われたところにね、狙撃兵がいてね、もう軍、軍人がバターンってなるんですよ。助かったよ、おっさん。えあんたのおかげで命が助かった。味方なのは間違いねえみたいだな。頼むぜって言われてですね。裏切り者、最近出たから、味方かどうか、怪しまれてた。だけど、敵を、 今撃ってくれた、助けてくれたってことはおっさん味方だなって言ってですね、その若者たちのですね、革命軍にですね、ジャンバルジャンも引き入れられるんです。ところがここでミソがあるんですね。ええー。裏切り者が見つかったから、今警戒してるんだ。裏切り者って誰でしょうジャベール。あの潜入捜査してたジャベールがですね、いやあいつ警察だぞっていうことがバレてですね、 つ、ん、捕まってですね、袋叩きにあった上で繋がれてたんですね、ロープで。ねてめえ、警察じゃねえか、この野郎。なんでこんなところにって。おい、ガキども、いいか。いいか。お前らのやってるのは、所詮お遊びなんだ。治安を乱して、命を捨てるんじゃねえ。いいか。最後の警告だぞ。うるせえ、バキッバンジャベール繋がれてたんですね。そんな中でですね、ねえ。ジャベールと、 ジャンバルジャンが再会することになるんですよ。今度は繋がれてる絶対絶命のジャベール VS ですね。ジャンバルジャンなんですね。いや、こいつだよ、裏切り者っつうのはよ。警察のくせによ。俺たちの味方だとか言って、志願兵だとか言ってよ。最初に紛れてたんだよ、恐ろしい奴だよ。こいつは後でぶっ殺してやんなきゃいけねえよ。ですね。そうか。ジャンバルジャン思うわけですね。いいか。みんな。 こいつの処分は俺に任せてくれないか。そうですね。実際問題、学生たちもですね、こいつはぶっ殺さなきゃいけないとは思ってたけど、いざ処刑だっつってバーンって殺す。誰がやりたいか。やりたくないでしょだから、処分は俺に任せてくれって言ったから、知らないおじさんに処分させた方がって一瞬思うわけだよね。ああ、そうか。まあ、あんたは命の恩人だし、任せるよ。学生たちが言うわけですね。そして学生たちがザーッサーって言って。で、 そのジャベールをですね路地裏にですね引き連れていくんですねああジャンバルジャン <laughs> これを待ち望んでたんだろう貴様はえ殺せ私は正義のためなら死ねるお前はやっぱり大悪党だったなジャンバルジャンこうなるわけですねしたらジャンバルジャンがですね静かにですねナイフを出すんですね 銃じゃなくてナイフでやりたいか、貴様。言ってですね。そしてですね。ジャンバルジャンが、グッと掴んでジャベルのですね、後ろでのですね、縄を、ブチッナイフで切るんですね。どういうことだお前何してんだ、ジャンバルジャンなるわけですね。うせろ。逃げろ、ジャベル。言うわけです。逃がすんですよおい、<れ>どういうことなんだ えジャンバルじゃん。お前は犯罪者だ。その上、何度も何度も罪を重ねて、俺を、俺を憎んでるんだろう。あの時もこの時もあの時も。今逃がしていいのか俺は必ずお前を追い詰めるぞ。お前は、お前は逃がすのかそれでも俺を。この極悪党の、極悪党の犯罪者がなんで俺を逃がすんだなんでなんだ 言うわけですね。ジャベール、お前は勘違いをしてる。私は悪党ではない。そして私は正しい人になれる。そうか後悔するなよ逃げるわけですね。そして逃げたのを学生たちに悟らせないために、パン 空を撃つわけですよ。殺したぞって学生たちに思わせるために。バーン銃声聞いてですね。やったんだ。ね、あのおっさんがジャベール、警察をやったんだな。そう思わせた。ところが、それでもう話は終わらないですね。はい攻めてきたぞさザッ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 大砲持ち込め大砲まで持ってきてんですよ。最後の最後、ね。学生グループのリーダーが、 最後に降伏させるためにですね。最大限の威嚇をしようと軍が持ち出したのが大砲ですよ。大砲まるーザッカッカジャンやめよ、リーダー。もうこっちには銃も弾もねえ。もうどうしようもねえんだよ。大丈夫だ。総員ぶっ倒れてる兵士から弾を取れば大丈夫だ。ねえ、言うわけですね。もうこっちはもうギリギリの弾しか残ってねえんだよ。ねその上で向こうはザーン並んで、しかも大砲まで、ね大砲までもう持ってる。ねリーダーは言うわけですよ。 おい、逃げたい奴がいたら逃げてくれ。ここまで来たんだ。俺は革命のために死ぬ。ここまでついてきてくれてありがとう。俺たちはもう終わりかもしれない。でもきっと俺たちの死を、俺たちの死を無駄にせず、フランスに自由を取り戻す市民の意識がまた高まるはずなんだ。私たちはその礎になるんだ。俺はここで死ぬ。みんなありがとう。みんな。どこか逃げていいから。 言うわけですね。そしたら全員が言うわけですね。俺は逃げれ俺は逃げれ俺たちだって一緒に死ぬから言うてですね。それでもう少年、少年がですね。大丈夫だオイラだって大丈夫だつってですね。 俺だ、俺だっているよとか言ってですね、ばーって言ってですね、おい、やめねぞね、その、子供がですね、その、倒れたですね、兵隊から銃を取ろうとするんですね、へっちゃらない俺だってな、革命軍の一員なんだから、ばッって銃を取ろうとした瞬間,た瞬間にですね、撃てって言われて、ばーんばーん子供も撃たれるんですね、あーってね、あー子供まで撃たれる。容赦しない。革命軍の学生グループに容赦しないぞ全員殺すぞ 今降伏しないと全員殺すぞっていう最後の軍隊のですね威嚇がです、ね、放たれるんですね。それでうわーなってですね、うたーいってです、ね、革命軍がバン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 学生たちが撃つんですね、そしたらですね、大砲を放て、ボーン、ドーンがっしゃー、うわー、最後まで戦い抜くんですね、もう地獄のようなですね、もう応酬で、ですね血がずわーもう、もうその路上に血が真っ赤に染まるんですね。 全員が追い詰められるんですね。そしてですね、リーダーもついに取り囲まれるんですね。学生軍のリーダーもです、ね、赤い旗をです、ね、掲げながらですね、俺はここで死ぬだってバーン撃たれてです、ね、死ぬわけですよ。うわーだ全滅だ全滅だなってるわけですよ。学生軍全滅です、ね、バーンなってる中で,ですね。ぶっ倒れてるマリウスもですね、 被弾してたんですね。倒れたんですね。それをですね、ジャンバルジャンが見つけるんですよ。ね。路地裏から帰ってきてですね、もう学生たちが血丸みれになってる。ね。そん中で、ね、あのコゼットの恋仲のマリウス、さっき確認してたんですよ。あいつがマリウスか。ってね。その学生グループの中のマリウスだけでも助けないやってですね、血の、血をですね、流しながら気を失ってるマリウスをですね、銃弾の中背負うとですね、大丈夫だ。しっかり、お前はコゼットのために、殺すわけにいかないんだ。逃げようとするんですね。ね。 どこに逃げれるもう逃げれる場所はない。路地でバリケードで塞がってこっちから来てる。こっちからも来てる。軍が来てる。どうするんだ下水道だ。下水道のですね、その狭い穴にですね、マリウスを入れてですね、自分も入れてですね、引きずり下ろしてですね、ドロドロの下水道の中をですね、もうバッシャバシャですね、バッシャバシャですね、歩いていくんですね。はぁ、はぁ、重い。そして冷たい。はぁ、これは、 これはとんでもないことだ。このまま逃げおせれるのか。バンバンバンね。下水道にも死体がどんどん転がって落ちて流れてるんですね。地獄絵図です。地獄絵図の中ですね。この。 一瞬は気を失いかけるんですね。バンね。気を失った時にですね、はっ,って目が覚めるんですね。目が覚めた時にですね、そこにいたのがですね、あの極悪宿屋のテナルディアですね。はっテナルディアってなってね。テナルディアがなんでその下水道に出てあったかというとですね、下水道に流れてくる死体からですね、金品をせしめるっていうですね、家業をやってたんですね。地獄ですテナルディア、あの野郎 テナルディエ、あの野郎はですね、コゼットをですね、売り渡した後ですね、宿屋もうまくいかず、潰れて、それが畳みましてですね、パリで詐欺師まがいのことをやってたんですね。パリで詐欺師まがいのことをやってですね、いろいろ悪辣のことをやって、ね、いろいろ揉めてたんですけれども、そんな中、今はですね、死体から金品剥ぐってやつをやってたんですね。で、気絶したですね、下水道でですね、気絶しかけてたんですね、このジャン・バルジャンとですね、マリウス。 そのマリウスのですね、指輪、マリウスね、もともと出がいいでしょ革命軍に、ね、誘われたね、ヤンキーたちに入ったけれども、ね、もともとはですね、こう、両家の子息だったんですよね。だからその、いい指輪してるんですよね。それをですね、取ってね、マリウスの指輪取ってね、あ、これは金になるなと思って、パってめ目覚ましたおっさんがいたと思ったら、ジャンバルジャンですね。ジャンバルジャンがここにあったって言ってね。うん、それで、その、ペナルディアも逃げ出すんですけどね、もうジャンバルジャンもですね、<laughs> そんなことやってる場合じゃない。とにかく逃げなきゃ。もう一度目を覚ましてですね、気絶したですね、このマリウスのですね。このペナルディエがちょっと下水道であった。このエピソードが最後聞いてきますからね。なんでこんなところであったんやっていうね。おお気になるでしょここが聞いてくるね。そんな中でね、うーってね、背負ってですね、下水道のですね、もう端からも,もう外出ようとするんですよ。ね。ところがですよ。 その下水道がシャー出るんですね。はぁ、あ、はぁ、あ。そこに立ってたのがですね、ジャベールなんですよ。逃がしたジャベールが操作をもう一度再開してもやめてくれよ。なんか行くんだよ、ジャベール。<laughs> ジャンバルジャンだな。はぁ、あ、はぁ、あ。 少しだけ猶予をくれないか。少しだけ猶予をくれないか。娘とこの青年のために。この青年は、ここで死ぬべき男じゃないんだって。俺のことなら何度でもなるから。俺なら捕まえていい。だが、こいつを、娘の元とに届け,届けてからにしてくれないか。というわけですね。逃がすと思うか、ジャンバルじゃンなるわけですよ。は、ね、い、はい、あ、はい、あはあ。そんな中、 ジャンバルジャンなぜあの時俺を殺さなかったこれがすごい気になるわけですねずっと葛藤してたんですねどうしてなんだどうしてジャンバルジャンを俺をあの時お前は悪党なのになぜねずっと悩んでいた実はこのジャベール生まれに理由があるんですよ実はですね 犯罪者の子供として生まれたんですね。生まれたのが牢獄。犯罪者が牢獄の中で生んだ子供。だからお前は罪深き子供だ。そう言われて育ったんです。罪を背負って生まれたのだから、2種類しかないんだよと。ね。その、その罪に飲み込まれて死ぬのか、それともその罪と正しき人の 間に立って死ぬのか。ね。つまり罪を取り締まる側に行くか。そう言ったですね、正義を貫くということだけがですね、自分の贖罪であり、アイデンティティだったわけなんですよ。俺は罪深き人間ではない。なぜなら今は罪を罰する側にいるからだ。罪を取り締まる側にいるからだ。ということで、自分の暗い出自をですね、後ろ暗い出自をなんとか正当化しようとしていた苦悩の男だったんです、このジャベール。 それが揺らいだんですよ。なぜ罪を犯したこのジャンバルジャンが何度も何度も私のこの考えを覆していくんだ。あの時、あいつは荷車を押し上げたんですね。あの時黙ってれば俺に疑われることもなかっただろうに。俺に疑われてでもあいつは荷車を上げた。その上で、ね、今度は人のために 自分がジャンバルジャンだと自白した。もう二度、あの時に私に衝撃を与えている。そして三度目は、私を殺せたのに殺さなかったということだ。ジャンバルジャン、お前は間違いなく罪人なんだ。そして私は言われたのだ。罪人はいつまでも罪人なんだと。だから私は取り締まり続けて、少しでも罪から離れようとした。だがどうだろう。 私にはお前が成人に見えて仕方がない。聖なる人、聖人に見えて仕方がないんだ。ジャンバルジャンなぜお前は俺を苦しめるんだ正義が何なのか、わからなくなってしまうじゃないかお前の存在が、俺の中の正義を揺らがせているんだジャンバルジャン どこへでも行けって言ってですね見逃すんですね、はあはあ、マリウス助かったはハハッつってですね大丈夫だそうジャベールジャベールお前も変われるからお前も変われるんだジャベールうわーつってですねジャベールはですね自分のアイデンティティを揺らいで出ますねこのジャンバルジャンを見逃したんですね そして娘の音に持っていくわけですよ。ばあ、命か,げからがら救われる。そんな中、ジャベールはですね、私はこのままでいいのか。苦悩がですね。私のアイデンティティが。チャンバルジャンよと。私はお前を苦しめてここまで来た。それを私が信じていたものがあるからだ。しかし、お前の信念に私は負けた。お前の お前の考え方に、私は、変えられてしまったんだ。そしてですね、それまでの人生を振り返り、ジャベールはですね、川の上から、身を投げるんですね。なぜ、私ももう、なぜジャベールと、お前にもハッピーエンドがあったんじゃないのか、ジャベール私は思う。ねでも、 変われなかったんですよ、ジャベールは。ねえ。自分が信じてきたもの、それによって苦しめてきた人があまりにも重すぎたのかもしれない。ねえ。ずっと刑務官として、すごい仕事ですよ。警察に、警察としてですね、すごい仕事ですよ。ねえ。命乞いをするね、勝負の意見すらも切り捨てる。そうやってきた。今、俺が変わってハッピーになれるのか 何人も何人も正義のために貧しかろうが命乞いをしようが苦しめて全員を牢にぶち込んできた。だが私は今思う。ジャン・バルジャンが正しかったのではないかと。その時私だけが生き長えら,られるという選択肢はなかった。落ちていくわけですね。そして町は地獄絵図のまま朝を迎えるわけですよ。ね膨大な死体、血の,血の海。 それをですね、町の人たちが外に出てきながら、ごめんねー、言いながら血を拭いてるんですね、路上の。あの時窓を閉じた人たちですよ。ね。その中にはですね、その学生たちをですね、子供の頃お世話した人たちもいるわけですよ。ね。おばちゃんたちが泣きながらですね、あの時、あんた、あんたのね、おむつ変えたのにね、ごめんね、助けてあげられなくて、言いながらですね、革命参加できなくてごめんね、言いながらですね、血を拭いてるわけですね。 それからしばらく経って、ね、あのかつて、まま、仲間たちがですね、革命だ革命前夜だって言ってたですね、酒場にはね、もう何もないわけですよ。ね。そこにマリウスが戻ってくるわけですね。どうして俺だけが生き残ったんだろう実はマリウスはですね、あの時の記憶がほとんどないんですよ。 誰かが自分を連れ去って助けてくれたということだけは分かっているんだけどもそれが誰なのかというのが全く記憶にない状態なんですねなぜ生きながらえているのかなぜ俺だったのかそれが分からないまま今傷を静かに癒している街からはもうすっかり吐きがなくなってしまっていたそんな中唯一の希望がコゼットの存在だったんですね その紳士のマリウスを必死で看病して回復させたのがコゼットなわけですよ。生きててよかったって。あなたが生きててよかった。そしてコゼットとマリウスはより仲を深めるわけですね。そして自然と結婚しようという空気になるわけですよ。それを温かく見守ってたのがジャン・バルジャンなんですね。よかった。そう、それがいい。ね、そしてジャン・バルジャンはその時、 決意すするんですね,ねえマリウス君君に話があるんだえ何ですか僕だけですか君だけだ話を聞いてほしいそこから告白を始めるわけですよねえとある町に獣のような男がいたジャン・バルジャンという男だその男はふとした過ちでパンを盗みそこから 何度も脱獄を試みて、19年間、19年間だ。ローの中に繋がれていた。ねえ、そこから始まって、追い立ちを言うわけですね。ジャンバルジャンという男。ねえ、そういう犯罪者がいたんだ。その後こうやって市長になって、その後悔い改めて自分だと告白し、そして、そのジャンバルジャンなる犯罪者こそが、私なんだ。マドレーヌとは、ジャンバルジャンなんだ。 衝撃の告白だったわけですよ。まさか、あの、ねえ、人格者であり主張だと聞いていたあのマドレーヌがですね、コゼットの父親でもなかった。その上で犯罪者だった。どうして僕にそんなことをなぜコゼットにも言わず、コゼットにこれ以上迷惑はかけたくない。私が犯罪者だったと知ったらコゼットはきっと悲しむだろう。だからコゼットにはずっと言えないでいたんだ。その上で私はこれをこれ以上隠してそばにいることはできない。なぜなら、 コゼットとマリウス君、君で結婚した暁に幸せにならなきゃいけないからだ。その後もしも万が一私が犯罪者だったことがバレたら君たちに迷惑がかかる。ね、私はそれだけは許し難いんだ。だから君にこれを伝え。その上で私は二人の元を去ろうと思うんだ。もう、もう婚輪際合わない。だから私がかつて何だったかももう関係ないんだ。いなくなるということですかそうだ。 コゼットを幸せにしてやってくれ。私がいては幸せになれないから。分かったね。そして、この経歴を決してコゼットに喋ってはいけない。そう言われてマリウスはそれを受諾し、コゼットに何も言わずですね。ジャンバルジャン消えるんですよ。ね本当に旅に出てるってパパが言ったのねお父さんがそういう風に言ったのそうなんだ。ね何か隠してるんでしょ、マリウス。お願い。お願い、本当のことを言って。 本当に旅に出るっていうとしか私、僕は聞いてないんだよ、コゼット。お願いで分かってくれ。言ってですね。二人が、その真実をね、共有することなく、結婚式を迎えるんですね。ええー。だいぶと落ち着いて、ね、街が活気を取り戻した頃、そろそろ結婚式をあげよう、あげようじゃないか。言ってですね、式をあげるんですね。マリウスとコゼットの華やかな式ですよ。わあね。おめでとう、マリウス。おめでとう、ね、コゼット。 ようやく幸せになれるね。ようやく式が挙げられるね。あのね、生産にね、血の匂いのした街がね、少し穏やかになってきた頃、二人がね、えー、晴れの日を迎えるわけですね。そんな中ですね、あいつが現れるんですよ。テナルディエが。ねえー。ねえ、テナルディエがですね、パーティーがあるって聞いたら、なんか金目のもんがもらえそうだななんて言ってですね、金持ちが集まってんだろなんかちょっと身分でもごまかして、なんか、 潜入して、うまいもんがあったら食うし、なんかあったらせしめてやろう。ね、こつるやつですよ。テナルディアが来るんですね。ね。あの、あ,あんなお客様も入ってきてますけどって言われてですね、こう、マリウスがパッと見たらですね、テナルディアが変装してるんですね。テナルディアが変装して入ってるんですね。テナルディアだ。ね。あれはき、あ、あれはいろいろトラブルを起こしたテナルディアだ。知ってるぞとね。コゼットにどんなひどい目をあら、あら、が、ね、あの、合わせたかも知ってるんだ。テナルディアをね。 ねで。マリウスがですねだ、帰れと。お前らはテナルディアだと。ね。あの、あの、ぼったくり宿屋で、その後パリで詐欺を働いてた、あもうコゼットにも迷惑かけまくったテナルディアだろう。帰れと。ところがテナルディアが言うわけですね。えー、お前も言うようになったじゃねえか。えー、下水道で会った時はそんな感じじゃなかったけどな。下水道でどういうことだ下水道を伝ってこう逃げた。 下水道を自分をおって逃げてくれた人物がいるっていうことは知ってる。でもそれが誰なのかが思い出せないし見えてないし知らないんですよ。その時もう、ね汚お水まみれだったから。ね。誰なんだね。下水でそうだよお前をジャンバルジャンが背負ってよその時初めて知るんですね。ジャンバルジャン市長ですよ。お父さんですよ。 あの人が、あの人が命まで救ってくれてたのか。ね、そんな命の恩人に対して、私は犯罪者だからと、ね、僕とコゼットの幸せを脅かすかもしれないからと、あの人の、あの人の意見をそのまま受け入れて、あの人を孤独にさせてたらなんて、バクン、バクン、バクン、結婚式どころじゃなくなるんですね。はあはあはあ、俺はとんでもないミスを犯してるのかもしれない。ね そんなすごい人、成人じゃないか。あの時犯罪を告白されて、犯罪者かもしれない。恐ろしい人だったのかもしれないって確かに恐れおののいてしまったんだ。違うよ。そうだ。あの人は間違いなく成人だ。ね、僕の命を助け、コゼットの命を助け、その二人の幸せのためにただ一人身を引いて孤独に暮らしている。あの人を救いに行かなきゃ俺は、俺は人じゃないぞバクンバクンバクンになってですね。その結婚式が終わって、ね。 そこから落ち着いてからですね、コゼットに言うんですね。もう申し訳ないと。本当に申し訳なかった。実はこうこうこういう理由で、そんなことがあったのって言ってですね、探さなきゃパパを探さなきゃって言ってですね、ジャンバルジャンを探しに行くんですね。そしてついに、ある修道院でですね、ひっそりと暮らしているジャンバルジャンをついに見つけるんですね。ジャンバルジャンは、コゼットとは会えない。ね。 そして幸せ、幸せを見ることができない。ね。静かに自分の罪とですね、向き合ってですね、暮らしてた。あまりにもそれがですね、寂しい生活だったためにですね、もう完全に憔悴してるんですね。体から正気がなくなってるんですよ。もう誰にも会えない。静かに暮らしてたから。それに気づくんですね。パパごめんで、と。こんな目に遭ってたなんて、と。 ね「すいません」ね「ジャンバルジャンすいません」と「ね、僕が間違ってた」と「あなたの意見なんか聞かずに一緒に暮らしてくれ」って何で言えなかったのかねもういいんだもういいんだジャンバルジャンが言うわけですねもういいんだよ私はもう長くないよ私は自分で分かるんだ体が随分と弱っているっていうことにね そしてもう数日の命だということを私は感じていた。そんな中で、最後の最後に、君たちが訪ねてきてくれるだなんて、君たちに見つけてもらえるだなんて、本当に私は幸福だよ。はあ、コゼット、君にずっと渡そうと思って渡せなかった手紙があるから。 それを渡してもいいかい言ってですね。コゼットよと。ね。本当は私はジャン・バルジャンなのだと。ね。私は罪を犯したのだと。しかし君のことをね、大切に思うがあまり本当のことを言えない。ずっと苦しかった。そういうことをですね、したためた手紙をですね、ついにね、コゼットに渡すことができるんですね。で、コゼットが、もう、もう、パパがどうだったかなんて関係ないんだから。ね。 ずっと、ずっと愛してたから。そういうわけですよ。ね。ありがとう。ありがとう。そうだコゼット。ねあの食材に火をつけてくれないか。いうわけですね。それはかつて、ミリエル司教からもらったあの銀の食材です。ね食器を売っても何を売っても何を捨てても、決して手放すことのなかったあの銀の食材にですね、 コゼットが火をつけるんですね。ぽっね。あ,あ声が聞こえてくるようだコゼット目を閉じるとですね約束してくださいねあなたは正しい人になるって大丈夫いつからでも人は変われますから ミリヘル司教私は慣れましたかそうしてジャンバルジャンは天へと昇っていったのでした全ての天使に祝福されながら以上でございますこれが レ・ミゼラブルでございました。いやーありがとうございました。いや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 いかがでしたでしょうか。ねえ。一人の罪深き男。ねえ、ジャン・バルジャン。しかしその罪というのもね、ええー、どれぐらいの罪だったんでしょうか。しかし、それを受け入れられず、よう憎みね、ええー、人を信じることができなかったジャン・バルジャンがですね、 一人の大きなね、愛に包まれて、あなたはいつからでも変われますよ。正しい人になれますよ。自分を信じてくれた。その気持ちに応えようとしてですね、一人の犯罪者が、ついには成人になるまでを描いた、一大、一大物語なわけです。ねえ、美しいじゃないですか。ねえ、こんなにも救いがある。そして愛がある。そして、いろんな伏線があり、正義がありました。そして、貧困とは、ねえ、格差とは何か。 法と正義とは何か。ねそういうことも全て教えてくれる。全部がつながった一大エンターテインメント。ねこれを書いたビクトル・ユーゴ。天才だと思いませんかフランス文学史上の最高傑作と言われたこのビクトル・ユーゴはどんな人生をね過ごしたんでしょうか。最後にそれだけちょこっとね、お伝えして YouTube 大学っぽく終われたらなぁなんて思ってますね。 もちろんミュージカルでね、それ、これ以上のね、お芝居見ることあると思いますけれども、ちょっとバックボーンもね、知ると面白いと思うんですね。ビクトル・ユーゴ、ねえ、実はね、生まれたのはですね、ナポレオン軍機関のですね、ボナパリストの父と王党派の母の間に生まれたんですよ。マリウスと一緒。ええー マリウスのね、あのね、王党派か、皇帝派かみたいな、ああいう政治思想の違いっていうのは、一つの家族の中でも起き得るぐらいですね、国が揺れてたっていう時代なんですね。で、まさにそういった父と母の口論をですね、聞きながら育ったというビクトリーウーゴー。非常にですね、そのフランスのね、えー、その時代感ね溢れてるわけですね。ビクトリーウゴ、ねえーゴーね、そんな中、 早くから実は文筆の才能はね、見出されたんですよ。もう17歳の頃からですね、詩のコンクールで1位を取り、20代前半ではですね、もうね、あの、このロマン主義と言われる一大文学のですね、新潮流派のニューウェーブのですね、機手って言われたんですね。 はい。そこから順調に人気作家になり、30代で人気作家。で、えー、そこからですね、えー、満を持して、えー、フランスのアカデミー会員、ね、文芸協会会長、ね、すごい、だからもうその、フランスを代表するね、ね、えー、その作家という形で認められていくんですよ。そして、ものすごいね、あの、貴族の地位までもらってですね、えー、政治的発言もしていくようになるんです。ところが、その時にはまだなんと、レミゼラブル書いてないんですね。そうなんですよ。 フランス史上のですね、アカデミー会員になった時には他の作品になってるんです。まだ傑作生む前なんです。そんな中、ね、このユーゴがですね、政治的な発言をしてですね、えー、政治家を支持するんです。それがルイ・ナポレオン。後のナポレオン3世なんですよ。いやー、面白いですね。ナポレオン1世の甥いっ子であるナポレオン3世が、 王党派か、それともナポレオンかという入れる中でですね、その間の人気を取ってですね、跳約していくんですね。躍進していくんですね。えー、それでナポレオン三世の時代が来るんですけども、ルイ・ナポレオンと言われたそのナポレオンの甥いっ子のその男はですね、力を持ち大統領になるやいないやですね、その自分で法律を変えて独裁者化してしまうんですね。私が皇帝になる。言い出すわけですよ。それじゃあ話が違う。ねえ。 ユーゴーはですね、あくまでも民主的な時代を次にもう一度というね。要するに、ね、レミニ・ゼラブルでも民衆の側に立ってますよね。要するに革命に対して支持派だったわけですよ。だから応答派というよりはどちらかというと、ボナパリスト、そちらの革命して民衆の力を得るというタイプだったので、ね、だから応援してたのがルイ・ナポレオンにもかかわらず、ルイ・ナポレオンがもう一度皇帝になると。 独裁を宣言した瞬間にですね、ナポレオン三世を批判する動きを強,る強めるんですね。ナポレオン三世は変わってしまったと。もう一度フランスに独裁を持ち込むのかこういうことを批判する。ところがそれをナポレオン三世は許さないんですね。融合といえど許さんぞ。ね、弾圧、反対派の弾圧を強めるんです。そして、ビクトリーー合はベルギーに亡命するんですね。 亡命した先はですね、ねえ、小さな島なんですよ。小さな島に逃げるようにして住むんですね。なんとこの亡命生活、ね要するに新皇帝ナポレオン3世に目をつけられた文豪ユーが、文豪ね、ビクトルユーゴーが、身を隠さなきゃいけなかった生活、2年、3年、のんのんのんですよ。19年です。 19年の亡命生活をしてたんです。祖国フランスの皇帝に睨まれて、命の危険を感じた文豪融合は19年間亡命生活を小さな島で強いられてたんです。そしてなんとその19年間の亡命中に変えた最高傑作こそがレ・ミゼラブルなんですよ。すごいと思いませんかねえ。祖国を思い、 その上で権力者にも物を言い、その上で弾圧された、そのフランスを代表する文豪がですね、国を思い、19年間の、その、そのね、祖国に戻れないというですね、罪を背負った自分をですね、奮い立たせるかのように書いたこの、レ・ミゼラブルがですね、世界中を感動させるんですね。うわぁ感動させですね、即完売。うわぁ あ売れてですね。こんな名作は見たことがない。つって、うわぁ、しかも政治も全部詰まってるでしょエンターテイメントもラブも全部詰まってる。正義も哲学も全部詰まってる。死も愛も全部詰まってる本をですね、そのですね、亡命中のですね、文語が発表するんですね。そして時が訪れた、ねぇ、不仏戦争です。あの、プロシアが躍進してくるんですね。そして不仏戦争でナポレオン3世はなんと、 あろうことか、皇帝にもかかわらず、捕虜として捕まり、フランスの権威は地に落ちるわけですね。そして、ナポレオン三世が失脚したぞ不物戦争に敗北し、ナポレオン三世が失脚したその時、ビクトリー融合は19年の時を経て、国民に英雄として迎えられるんです。融合が帰ってきたぞレ・ミゼラブルの融合が帰ってきたぞうわあ その後も文筆活動と政治活動を続けて、その上で、天に召された時には、国葬。国家で葬儀を行うというですね。最大限の敬意を持って天国に送られたそうです。どうでしょうかその19年間、融合はフランスでどういう風に扱われてたんでしょうね。犯罪者。ね 異端ねえ、危険人物、言われてたかもしれません。でも、時代が変われば、正義も変わる。そして、融合は自分の信念を貫き、自分の意見を曲げずに創作を続けた。聞こえてきますね。ミリエル司教の言葉が、人は変われますよ。正しい人になってくださいね。最高の作品でした。ではまた ウェブコミュニティプログレス毎朝1時間の生配信と週3回の授業観覧互いに夢を応援し合う仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなぜ YouTube で戦うのかなぜ事務所を辞めたのかそしてなぜ海外へ移住したのか葛藤と挑戦の裏にはいつもプログレスの仲間たちがいた 中田敦彦の自伝小説 n ン l e にて発売中キクューブ大学インボリシー前後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞカードゲーム「ゼノ10種類のカードが高度な心理戦を生み出す分かりやすいルールで2人から5人までプレイ可能頭脳を駆使して勝利をつかめ 中田敦彦プロデュースサステナブルファッションブランド「未来のために知性の上に斬る」カール・フォン・リンネ。